皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室の先生お悩み解決チャンネルのテーマは、毎月の集客とレシピの決定の時期はいつにしたらいいんでしょうかというお悩みについてお答えしていきたいと思います。毎月の集客っていうことはイベントレッスン的な感じで、毎月毎月集客してるから毎月の集客っていうことになると思うんですけれども、レシピも、そうですね、全部のレシピが、その毎月新しいものを作っていくっていうことになると、生徒さんがどういう、ご職業ないしは、属性の方たちなのかっていうことにもよるんですが、例えばお忙しい会社員とかね、そういうような方とかだと、例えば有給取らないと来れないとか、そういう形になってると、やっぱ2ヶ月前ぐらいには知りたい、ないしは3ヶ月前から知りたいとかね、そんな感じになると思うんです。ただ、ご自身もご自宅のことがあるし、その子供の行事がわからないと予定が組めないっていう方は、どうしても毎月毎月になっちゃうと思うんですよね。だから結論から言うと、早い方がいいのは間違いないです。それが2ヶ月前なのか3ヶ月前なのかということは別としてですけどね。で、ということは、その時期に募集をかけるということは、レシピはいつ決定するのかって言ったら、その時に決定していないといけないですよね。ということは、それより前に試作が終わってないといけないわけで、試作が終わっていて、かつ写真が撮れてないと募集ページが作れないっていう感じになるので、早く集客したかったら、やっぱりレシピ早く早倒しでやんないといけないですよね。で、私がおすすめしているのはですね、なんていうんですかね、レシピも、もちろんそうなんですけど、それでずっと作っていくと、先生によってはですね、10年近くやってる方とか、1000とかいうレシピとかになっちゃってる人とかもいるんですよね。それやっぱもったいないので、どっかでね、コースは1本を作った方がいいです。6回なのか12回なのか別として、で、その過去のレシピを今風にちょっとアレンジして、テーマ性を持たせたコースを作ると、1回の集客でやっぱり6回とか12回入るっていうのは、非常にこうインパクトが大きいし、楽になりますよね。体が単純に楽になります。だから、単発でずっとやってきてる方、ちょっと古いレシピをですね、見ていただいて、コース組みができないかとか、ただコース組みする場合にはね、第何何曜日とかそういう感じの方がね、良かったりとかするので、そういう意味ではあれなのか、難しいのかもしれないですけど、過去のレシピを生かすことができるとですね、結構それを上手に回していくことができるんですね。私6年間パン教室はやりましたけれども、全クラス基本コース制で、一発の単発のものはイベントレッスンっていう形で、何ヶ月かに一遍しかやらなかったので、基本コースで回してたんですね。レシピは初年度で120、130ぐらい作りましたし、2年目も50ぐらい作ったのかな、は作ったんですけれども、ほとんどそれで回しました。要は新しい人を常に入れ続けて、卒業っていうか終わっていく方は、たまのイベントレッスンに来ていただくっていう形にしていたので、回ってましたね、レシピは。だから開発の時間とかも取られることなく、そこが集客に使っていけるようになるので、何かテーマを持ったね、コースみたいなのは作るといいのかなと思いますね。で、それをすることによって、結局今来ている方たちが単発になってるのが、1回の申し込みで6回とかもしも来てくれたら、6回分の集客手間が省けることになりますので、そういう意味では楽なのかなっていう感じはしますよね。なので、リピート率、結果として上がっていきますのでね、どの時期にレシピ作っていったらいいのかっていうことを考えると、ざっくり2ヶ月前かなっていうふうに私は思ってますし、コースレッスンとかだったら、ずっとその日程だけ上げ続ければ、そこに向かって、なんていうんですかね、集客の動線を全部そこに集中させれば、それで予約が入ってきますので、そんな形がいいんじゃないのかな
っていうふうに思ったりしてますので、ぜひご参考にしてください。それでは。